コンダンスをご覧いただきました。続いては南スラヴィッシュの踊りガンドランブロです。この踊りは南スラヴィッシュのマカッサルの踊りです。太鼓とバイオリンの音で踊ります。ガンドランはマカッサル語で叩く、ブローは竹という意味です。この踊りは普段は男性が踊ります。またこの踊りは踊り手が自分の感情を伝えるものですが、観客からの笑いを誘うためにユーモアを入れることもあります。今回は幼稚園から小学校高学年までのインドネシアと日本の子どもたちが踊ります。本来この踊りは人の動きを真似をするんですが、今回は子どもたちが好きな動物の動きを真似します。ではガンドランブロどうぞ。